ハシです。中地です。ボンチャンネルです。さあ始まりましたよ。イエス。だいぶ暖かくなってきましたね。暑いですね。ちょっと脱ぎたいぐらいで。はい、で今回からまたやっていきたいと思います。よろしくでいい。松林ですね。日立市ではないですけど、隣。本当隣だね。本当隣だね。都会村にやってきております。まあ僕たちの、ね、青春の場所なんですよ。ここは入り浸りましたな。ここに入り浸ってね、ちょっとね戦争ごっこみたいなことをやってた時期がありましてね、懐かしい思い出ですもんね。まあそういうところで撮っていきたいと思います。よろしくです。よろしくです。はい、じゃあ今回ですね、ほい、何をやるかということで、ほいほい、ちょっと僕が考えてきました。一問一答ってわかります？まあ質問をして、それに3秒以内に答えてもらうと。3秒ですね。だから即答してもらうっていう企画をやっていきたいと思います。即答か。でまあ通達している通り、質問を10問、中地10問、僕に対する10問、はい、あなたに対する10問を事前にね用意してきてもらってるんで、はい、用意しました。それをやっていきたいと思います。やっていきますよ。でやった後にそれをちょっといじってみようやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず1個目、はい、学生時代の部活を教えてください。サッカー部です。サッカー、はい、サッカーです。子どもの頃一生懸命見たアニメを見て教えてください。宇宙戦艦ヤマト。おお。最後の晩餐って何がいいですか？鶏の唐揚げ。都会と田舎住むとしたらどっちがいい？都会。都会。あなた何フェチですか？うなじ。うなじ。もしくは鎖骨。鎖骨。無人島に一つだけ持っていくとしたら何がいいですか？太陽光付きのバッテリーの懐中電灯。自分の趣味思考に影響がとても大きかった映像作品とかありますか？銀河英雄伝説。おお、早っ。どんなことで泣いたりしますか？寂しくなった時Google の検索ボックスの下って何が出てきます？検索ボックスの下、あの広告みたいに、こうあなたにおすすめの、なんだろう、切ってるから分かんない向こうだった。じゃあ最後です。何歳までサンタさん聞いてました？10歳ぐらい。以上です。1問目なんですっけ？部活、まあサッカー部ですね。サッカーやってたんだね。ちょうど J リーグがね。ああ、そういう世代だね。した時でね、なんかモテそうだからサッカーもやりました。あと足速かったんで。なんか野球汗臭いからやだな。やめろ、やめろ。ただそれだけです。子供の頃の代表アニメ。もう宇宙戦艦ヤマトと。ヤマト。再放送だねこれ多分。まあ多分ヤマトかダブルゼータ。ガンダム。ヤマトは小学校の時の合唱でよく歌ってた。あ、なんかね。うん、イメージ。主題歌がね、結構特徴じゃん。そうですね。あれが好きだったっていうのはあるかも。最後の晩餐が唐揚げ。唐揚げ。まあ、これもう、ね、チキン野郎だ。チキン野郎だからね。何やるっつっても鶏肉。チキン野郎だ。他の肉で何がいいって鶏っていう人間だから。鶏肉最強だ、ね。あ、そうだ。うん、鶏肉本当好きだわ、ね。やっぱり手短にあるものじゃない。余計なものもあるけど、うん、食べ慣れたもの、自分が一番好きなものだと思う。うなじが好きな。うなじいいっすね。うなじか鎖骨っすね。もう斜め45度ぐらいかな。あーガチ勢だ。で無人島ですよ。まあこれはちょっとうんって思ったんだけど、うん、最近あのこう巻くやつあるじゃん、うん、あれかなと、うん、これずいぶん前からある質問だけどさ、今時代が進化してるからさ、答えが変わりつつあるんだよ ね、 ね、うん、銀河英雄伝説です。まあ当然、うん、もうこれはもう俺は棺桶の中まで持ってきたいアニメだね。大好きだもん。ものすごく学ぶことが。OVA ね、100何話、外伝含めと200話ぐらいあるんだけど、100回ぐらい見てんじゃねえか。100回じゃ聞かねえかもしれない。内容ほぼ網羅してるよ。すごいな。違うんだよ、長いからさ、一回最初から全部見るとさ、最初の方忘れるんだよ、うん、ループすんだよ、うん、最近のやつじゃないよ、最近なんかやってたけど、うん、あれじゃなくて、もう30年前くらいに、ほんとね、
VHS の頃から出てるやつですよ。今レーザーディスク、あ、レーザーディスクじゃねえや、ブルーレイとか出てるけど、まあ、古いわ。DVD それの言語を知らない人も多少出てくるかも。 LD 知らない人いるんじゃないか、うん、レーザーディスクはね、知らない、あの レコードみたいなやつでかいやつ。まあ寂しくては泣いちゃうよね。まあそうでしょうね。まあ泣くってあんましゃ痛い時とか。あと意外とね、あの感動ものの作品に弱いんで、うん、泣いたりする、うん、あの FF0 式のエンディングで泣いためっちゃ泣いた。あ、これ残念だったね。 Google 検索ボックスの下が、うん、知らん、まあ、Google さんの CM でさ今やってんだよね、ナオミな、そう、うん、渡辺直美とかがこうどういうのが出てそう検索、なんだろうな、最近調べたの、多分ちっちゃってるんで、うぜえからさ。よくいろんなものの検索で出てくるのはなんだろうな、ミルキンソン、炭酸、炭酸は、まあ、よくヒットするね。安いとこ探して買ってるから。あ、なるほど。で、サンタさん、サンタさんはね、俺見ちゃったんですよ。よくあるやつね、まあ、夢破れるやつや。華やからさ、やっぱ合理的な主義だから昔からそうだったんだ、うん、あんなのいるわけねえじゃん、うん、大体サンタがさ、世界中の子供に配ったらサンタ何が必要なんだって話になっちゃうよ。もう希望もねえよ。まあそんなことですね。以上、ハシ君の一問一答でした。1問目、はい、朝食はご飯派パン派？最近はパン派になりました。はい、2番目、好きなアニメはマジックナイトレイヤーズ。けれども。3番目、最近何買いましたか？最近アップローチ買いました。出てねえし。これこいつ、はい、こういうコースなんだよな。4番目、100万円あったら何買います？車か頭金にしたい。買うってことじゃねえじゃん。5番目、自分の体で気に入ってる場所は？これコンプレックスの塊だからねえんですよ。6番目、今までで一番死ぬと思った出来事は何ですか？あのね、撮影中に階段から転げた時かな。この前のやつ、あれほんとね、やばかったね。7番目、殺されそうになったらどうする？まあ、生き延びるために抵抗する、そして死ぬ。8番目、いきますよ、はい、好きな AV のジャンルは何？ほら、即答しろよ。9番目、自家発電の時右手左手どっち？右。10番目、最後に橋のことどう思ってる？愛してる。はい、で朝食はご飯派パン派？パン派ですか？最近パンだった、うん、俺食わない派だから分かんないです。最低や。食べらんないんだよ、気持ち悪くて。ああ、そういう人いるね。昔はご飯だったよ、うんうん、次、好きなアニメレガス？LD 全部揃えたもん。出た。また来たよ LD。 レーザーディスクね、あのレコードのでかいやつ、ね、そう。いや、なんとなく予想はついたけどね、それも。俺もね、多分そうなんじゃねえかなと思って来たんだけど、まあ、まあ車好きだしね、うん、車好き、もうレイヤー全部車の名前だから、車の名前だからね。次、最近何を買った？アップルウォッチ。アップルウォッチ、はい、ね、頑張ってレビューしたのに伸びないっていうね。みんな見てあげてください。やめて。たぶんおっさんがアップルウォッチについてぐだぐだ喋ってる動画だから、しょうがねえっちゃしょうがねえんだけど、まあでもいいものですよね。いいもんだね、やっぱおしゃれで、ね、これやってみて、うん、で100万円あったら何買う？車の頭金？買うじゃねえ。買うじゃねえぞ。あのね、思いつかなかった。そう、これね、あの100万円ボンって言われるとわからないんで、うん、100万円以上のものが欲しいし、だその足がかりにしてっていう。なんだろう、100万円あったら何買うって聞かれたら、なんだろう、ジェットスキーとかもしれない。100万円で買えるものを知らねえんだよ。ああ、それはあるかもしれない、うん、まずだからちょっと面白い、うん、意外とこれは議論になるような話だと思うよ。自分の体で気に入ってる場所はない？無理、全部コンプレックスだ。今までで一番死ぬと思った時ってどんな時？この前のあれですか？それね、iPhone が転がってたやつ。iPhone 転がってた。あれね、
マジであのそのまま滑落するかというぐらいの勢いでこけたからね。本当よく止まったよ、うん、じゃああのまま行ったらあれだからね、あの将棋倒し的に俺も行ったからね。そうそう、前あのスライディングでハスを殺しにかかるっていう。本当にあの滑ったのがね、痛かったし怖かったし。あれはね本当にね、あれだよ、あの状況に思考が追いついてない時ってあれ多分ダメなんだろう。はい、次、殺されそうになったらどうする。まあね、多分抵抗しますわね。抵抗するんだけど抵抗しきれないっていうのを自分で言ってんだよ、ね、多分ね結末は見えるもん、ね、あのグランドセフトオートみたいにバースみたいな、そう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 、ああなって終わり。ジャーマンスープレックスで対抗するとかじゃないですか。ないな。いやまあその辺の面白いのを期待してたね、多分バーステッドで終わり。はい、次行きました。8番目、好きな AV のジャンルは。なんか口走ってよねさっきね、うん、ああそうっすか、わちゃわちゃしてるのが好きなんですか。あーちゃわちゃですね、わちゃわちゃしてるのが好きなんです。はい、もうこれは男の人ですね。自家発電の時は右左手。自家発電って何なんでしょうね。そうなんですよ。でもすげえ勢いで即答したよな。もうさっきのね、さっきの質問でもう半分やけだよ。まあ、 俺の無人島の時の あの発電、うん、右手だから。そうそうそう、それ右手だから、右手だから。回すか上下に行くかの違いだから。まあ器用に動く手だわな。そうだよね、うん、スナップ、スナップ効かせて、うん、細かいことで握るのは利き手ですから。え、最後に橋のことをどう思ってる。愛してる、気持ち悪いよ。もうさ、もうしょうがないよって2つ前の質問からもうやけになってるから。もう流れのまんま、流れのまんまですよ。これはしょうがないオチですわ。まあまあ結構仲いいですよ、うん、なんだかんだいじってる割に信頼関係があるんで、まあでもこの4人のチームは好きだよ。で結構まあ残るべくして残った4人だよこれな。まあね、1人ね、そのうち出てくるであろう神様がね、こう思いっきりふるいをこう振ってるわけですよ。ただその形がまたいびつだからね。俺たちはね、そのふるいの穴には入るんだけど、形がいびつだからね、引っかかってんだよね。そう、引っかかってんだね。で結集した4人、もしくは5人。なあ、なあ、我々ボンチャンネルとして今やってるわけですよ。そのうち多分これだけ出てくると思います。はい、ということでですね、まあ、これでも俺は抑えた方なの、うんうん、でも俺も来ることを予想してて、うん、ああ来るんだろうなっていうのがあんまり来なかったからホッとしてるんだけど、うん、何フェチって聞かれた時にすげえ考えてる、うん、それぐらいにしとかないと絶対収集つかねえなと思って。そのうち希望があれば、あの放送禁止用語爆出しでいいんだったらそういうのも取りましょう。コメント欄に見たいって書いておいてくれれば、そのヤバい系の なんていうんですか、ピンク系の質問ですか。まああのゼケアンとか入っていいんだったらそれもやりたいと思いますんで、もし見たいっていう人があるんであればコメント欄に書いておいてください。まあ、恥かくのはこっち2人だからいいよ。そうだね、うん、俺なんか顔出してんだから。あのコアなファンがおるんよ。うちのチャンネルでもコアなファンがファンの子がおるんよ。いや、いいんじゃね、だから、うん、さらけ出していこう。でやっぱ自分をさらけ出さないとね。そうだね、俺はごめんだけどな。君はカメラの後ろにいなさい。いや、わざってはいいけど、あーとか言うだけでしょ。サングラスかけてこっち来なさいよ。やだよ。ということでしてね、はい、まあこういうふざけたことも、ちょっと交えてこれからもやっていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。それではバイバイ。キーワードは皆さんガムテープですから、ね、やかましい。AV わちゃわちゃガムテープですからね。